実はですねディープラーニングと深いつながりがあるというのを、まあ、ベイズディーープラーニングでベイジアンディープラーニングですけどその場合はガウス過程会議モデルと非常に深いつながりがあるということが後々の講義でも分かってくると思うんですがあそれ大事なモデルになっています。 でこれはあのガウス過程という関数の分布からですね、関数の候補、モデルの候補を作るというモデルだったと思いますが、まずですね、人口データを作りましょうということで、これは p y t o r c というパッケージを使うんですね。あと g パイ t o チというですねパッケージを使うので、ここでポンと。 そののパイトーチ形式のデータを作るでこのマニュアルシスティードというのもこのトーチという形式でデータを作る時の乱数を設定してこの1という設定で乱数を作りますよというのを言っていますと。 でこのマイナス1から1までに15個の観測データを一応分布からサンプリングして作るということをやっていてこの図でいうところの黄色の星で表される点というのが人工データ観測データになっています。 この人工データを生み出す真の分布、真のモデル、真の関数というものがエクスポネンシャル、指数関数ですね。入力 X を指数関数変換して1.5倍。で、さらにそれにサインカーブ、サインコサインのサインカーブですね。で、2πx となっているような真のモデルをここで仮定して、それを true function と呼ぶことにします。 で入力データをトゥルーファンクションに投入して真のデータを生成してでそこに標準正規分布のノイズをかけ ×0.1 でまあほとんどこの真のモデル周りの微妙な揺らぎだけを誤差項に付け加えてえ人工データ Y データというものを作りますで一方はマイナス1から1まで50個の連続的なデータを作ってあげて で、トゥルファンクションに入れ,入れてあげて、真のモデルの曲線というものを作ってあげますというのをプロットするとこんな感じになるわけです。で、これをガウス仮定回帰モデルでフィットをする推定するということをやっていきますと。で、まず、問いの11なんですが、このガウス仮定回帰モデルを作るということをやりますと。 でまあ、ここに答えが書いてあるんですけども、遠い11のところはですね、この g p ト統治というガウス仮定回帰を行うためのパッケージがあるので、えー、その、 定義,定義を書いたです、ね、説明のページがあるので、まあ、ここを読んでいただいて、この ExactGP というものが、このガウス家庭回帰を行うクラスになっているんだということを読んでいただいて確認するというのが問い11になっています。でもここではですね、もうこの ExactGP というクラスを読んできて、 で、それをその、この Exact GP モデルという形で新しいクラスを定義するということをここでやってます。で、この新しいクラス Exact GP モデルの中で FORWARD というですね、Exact GP モデル FORWARD、ホニャララと書く部分の FORWARD というのをやると、ガウス s s 過程回帰の、g a u 過程からですね、モデルの候補を 生成するということをやるよということをここで機能として付け加えてあげているわけですね。でこのどういうことをやっているかというとモデルのガウス加点のです、ね、平均と共分散をです、ね、関数の平均関数と共分散関数の共分散というものをここで作ってあげて。 で、大変量ガウス分布、大変量正規分布で、平均の関数と関数の共分散を代入してあげると、その分布に従ったサンプルが生まれてくるということを、ここでやろうというわけですね。で、まず、あと誘導ですね、誘導の定義しないといけないので、ガウス分布として、ガウシアン・ライクリーフットというのが、G ぱト統治のクラスにあって。 これを呼んでくることによって、like、ライクリフットという誘導のインスタンスを作る。あと、モデルとして、この e x e r t GP モデルで、入力データ、正解の出力、あと誘導、このセットによって、ここでイニット法のところに入力データ、訓練データですね。訓練用の正解の出力。で、さらに誘導。 この3つを与えると、このクラスがインスタンスとして使えますよという設定にしているので、それを代入してあげて、さらに今、カーネル関数としては RBF カーネルを使っている、無限個の特徴量を持つ線形回帰モデルをここで作ったわけですね。で、それいつもモデルとして呼ぶということをやっておきます。 もうこれは回答欄がなくてですね、もうこういう形でガウス過程回帰モデルを定義するよということを理解していただければよいかと思います。で、問い12もですね、ガウス過程回帰モデルを生成する、作成するということで、このモデルとかライクリフットのところにですね、エパールというのはモデルの学習を行うんじゃなくて、モデルが推論を行う。 入力データに対応する出力を出すというモードにモデル,やモデルを設定するよということを、このトーチでは、p y t o チ c h ではやらないといけないので、それをやっているわけですね。モデルと LikelyFit を推論モード、エバリエーションモードに設定するということをやっています。で、えー、入力データをですね、まずトーチの形式で作ってあげて。 でその統治の入力に対応する出力を作るということを、このライクリーフットモデル X ニューでやっています。で、さらにあの信頼区間ですね。モデルの候補がどういう分布をしているのか、その最大値と最,大値最小値、ローワーとアッパーというものを作,作る機能が、このプレディクション、ホニャララの後、コンフィデンス・リージョン。 で信頼区間ですね。のにとすることによって作ることができるので、こういうものを、えー、出してあげて。で、最後にそのプロットをするということをやっています。で、これ、何をやっているのかということなんですけども、ここの部分、何をやっているのか。まず、信頼区間ですね。ローワーとアッパーの幅で挟まれる信頼区間をですね。 フィルビットインという関数によって入力データに対応する信頼区間の下限信頼区間の上限を書いてあるとそこを色で塗りつぶすようなです、ね、グラフを書くことができるわけです。これはフィルビットインで信頼区間をまず可視化しました。 そしてこのマゼンタ色で書かれているものが予測の平均値ですね平均関数がここで書いているわけです。でさらに4ループで5回回しているのは予測から候補モデルの候補を5回 サンプルしてあげて、それを図に書いてくださいね。曲線として書いてくださいね。っていうと、まあ、このいろんな、今 5, 個5本の曲線があるので、5色に塗り分けられていますけども、こう、ガタガタしたですね、カーブが出てくる。これ、当然ですね、まだモデルの学習を行ってないんですね。いきなり未学習の状態で予測を出したというものになっているんです。 そうすると、黄色の星で表されている観測データと全く関係のない予測を出しているということが、ここで分かるわけですね。で、これがまず最初の問題で、ガウス過程回帰モデルが未学習の状態でどんな予想を生成するのか、それを確認しましょうという問題です。で実行すると、こういうカードが出てきます。で、次に、 モデルを訓練するということをやりたいので、先ほどエバリエーションで推論モードに設定した,いたモデルをこんな訓練状態に設定すると。これ、講義でも説明していたかと思うんですけども、ガス過程回帰モデルっていうのは、そのパラメータを持たないノンパラメトリックモデルなんですね。なんですが、RBF カーネルの式を見ていただくと分かる通りあのシーターとかですね、パラメータは RBF カーネルの中にパラメータはあるわけなんです。 あるいはその学習の前に RBF カーネルの形を決めておかないといけないので学習の前に決めておく必要があるハイパーパラメータなんですね。でこのガラス過程回帰が何の最適化をやっているかというとハイパーパラメータの最適化推論を行っているわけなんです。でまずモデルを学習モードにトレインとして設定して学習モードにしてあげて。 で、最適化のオプティマイザー、最適化のツールとしては ADAM というツールを使いますよということをここで設定してあげて、モデルのパラメータを ADAM で最適化するんだということをここで決めておるわけですね。で、このオプティマイザーというインスタンスを作ってあげて、この周辺対数誘導というのが損失関数の平均である、目的関数ですね。目的関数を周辺対数誘導として決めました。 でこの周辺耐水度の最小化をですね、えー、自己分布の推定という形でやるということをやるわけですアダムというツールを使って、まあ、勾配を計算してですねこの周辺耐水度をどんどん小さくするようなあ最適化をやっていくでそうするとですねこの損失関数目的関数が 学習ステップが進んでいくごとにどんどん小さくなってある程度学習がうまくいってそれ以上は損失関数が下がらないというところまで最適化を行ったよという結果になりましたでは今度学習済みのモデルの出力結果を確認しましょうガウス過程回帰モデルが学習後の状態でどのような予測を生成するのかということを確認しましょうということでこのセルを実行していただくとおっとなんだこれは おとととととちょっと待ってくださいね。あれを作っていないですね。 手元のノートブックを開いておっとっと失礼しました失礼しましたここの修正をしますねこれあのこれをやっておかないとダメだあもう一回モデルをまず評価あモードにしないといけなかった 大変失礼しました。そうだった、そうだった。今、訓練が終わったばかりだから、モデルエヴァルにしないといけなかった。あとは、あ,あとはこれですな。あ、皆さんの,のノートブック、皆さんが見るノートブックは、ここの部分を修正しておくので、安心してください。よいしょ。もう一回コードを。 実行し直しましょうよいしょよしで晴れてとあーよかったこうですね評価モードにして、えー、予測の出力をやらないといけなかったですねはい でこの信頼区間がですねまず本当の真のモデルの周りになってデータがたくさんあるちょっとまあカーブがたくさん書かれているので見えにくいですけどもデータがたくさんあるところには信頼区間がすごくこう細くなっていてデータがないところは信頼区間が広めでそれはもちろんデータがないから真のモデルがどの辺りになるのかガウス過程回帰モデルも判断が難しく で一方、データがあるところについては、おそらく真のモデルはこの辺りなんじゃないかという推定がよく言っていると。であと、平均の、モデルの平均関数ですね、も真のモデルにかなり近いカーブが書かれているということが分かったと思います。でこんなふうにしてですね、データがあるところは信頼、よく自信を持って、確信度が高く推定をしている。 データが少ないところは確信度が低い。このような感じの,その柔軟なです、ね、推定を行うことができるようになるのがガウス過程回帰モデルになっています。これが線形回帰モデルのある種の拡張になっていて、さらにはベイズディープベージアンディープラーニングのとガウス過程回帰というのはある見方をすると同一視ができるようになるということなんですが、それについてはまた今後の講義で説明していきたいと思います。はい では皆さんお疲れ様でした。ああ、ここまでですね。今回の講義は終わろうと思います。それではまた次回。